さあ、旧日光街道コンビニエンスショップですよ。ストアじゃない。本当だ。やっぱせんべい売ってんのかな。あ、売ってますよ。せんべい売ってるな。すごい。豆偏ってるな、コンビニ。あそこに生鮮食品あるな。あった。水が安い。あらだ。あらっていう、これ関西地方にしかあんまりないやつですよね。イナゴだ。売ってんだ。先生、これ雑魚ってなんですか。船の小さいやつ。船の小さいやつ。この辺ではよく食べるんですか、この。そうですね。あ、東京から来たんですけど。あ、どうですか。ムエタイショップだけど、あ、カギッと。はい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 。あ、ここのお弁当は食べたいおかずを詰め合わせするお好み弁当です。また手作り弁当の店だ。なんだろう、うさぎ専門店だって。珍しいな、さっきからずっと。こんにちは。また押してはひっくり返す。本当わざわざ東京から来た感じ出てるんですよね。この店まだ僕らが東京から来たこと知らないですからね。止めてくれるかもしれないですよね。じゃあこれお願いします。僕東京から来たんですけど、はい、おすすめとかどういうのがいいですかね。そうですね、あの歯ごたえのいい。これですか、東京から来る人は少ないですか。いえ、結構いらっしゃいますね。はい、やっぱ東京が多いですね。そうですね、近いのもあるんで。はい、たりだけど、ええ、はい、東京から来た人やっぱ結構多いって言ってましたね。近いのもあるし、それなりのそれなりに観光客扱いをしてくれると、ええ、うん、子供が。東京から来た人もいっぱいいるっていう。